こんにちは。今回は無農薬米粉のベーコンエピのレシピになっています。生地にお色は使っていなくて、お砂糖も少なめなレシピになっています。材料は概要欄にも載っていますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。室温が15度のとても寒い日でした。水温は 34.3 度で今回は用意したんですが、30から35度で用意していただけたらと思います。白神小玉酵母をふるい入れて5分間置きます。水分量は米粉によって変わるので、お使いの米粉で見ていただけたらと思います。で、別のボウルだったり器に無農薬米粉みずほ力 200g を用意します。こちらのレシピではグルテンや増粘剤などを含まない無農薬米粉 100% を使用したレシピになっています。で、そこに有機片栗粉を 10g 加えていくんですが、片栗粉だけでなく、有機ホワイトソルガムとか、あとは有機コーンスターチなどでの代用もおすすめです。ホワイトソルガムとかコーンスターチの方がなんか歯触りがちょっと柔らかく仕上がるので、それもおすすめです。自然塩とお砂糖を加えていきます。お砂糖もちょっと少なめなレシピになっています。ぐるぐると全体を合わせていきます。こちらが5分経ったものになっています。で、泡立て器でしっかりとイーストを混ぜ合わせていって、そこに先ほど混ぜていた粉類たちを加えていきます。ゴムベラで約2分間混ぜていくんですが、最初の頃は米粉がちょっと飛ばないように優しく水分と粉類たちがこう混ざるように混ぜていくので、ゆったりとした感じになると思うんですが、混ざってきたらしっかりと素早く混ぜていくんですけれど、そんなこんなやってるうちにしっかりとなんか混ざってきたな、ちょっと混ぜたなくらいがだいたい2分くらいになるかなと思うので、それくらいな感じで絶対2分じゃなきゃくらいではなく、なんとなく2分な感じでしっかり混ぜ合わせるっていう意味で2分というところの時間をとっています。ボールをちょっと回しながら混ぜていくと、全体的にしっかり混ざりやすいかなと思って、そんな形をとっています。で、混ざったところで有機サイリウムを 4.5g 加えていきます。サイリウムはプランタゴバッカという植物の種皮ハスクを粉末状にしたもので、保水性に優れた植物です。そちらの特性を生かして、サラサラの米粉生地を成形パンにできるように使っています。あとは粘りが少しあるので、そこら辺も米粉パンのふんわりもっちりな美味しい感じにしてくれます。サイリウムを加えたところで、しっかりとここからは5分混ぜていきます。ボールをちょっと動かしながら混ぜていっています。ただ結構5分混ぜて、音楽とか聴いているとあっという間かもしれないのですが、なんかちょっと長いなっていう、痛いな、腕が痛いなっていうところがあると思うので申し訳ないんですが、混ぜやすい体勢を見つけていただいて混ぜていただけたらなと思います。こんな感じで私はちょっとボールを回しながら手の動きは固定しながら、あんまり痛くなる、手が痛くならないようにっていう感じで混ぜたり、別の体勢で混ぜたりしています。だんだんとサイリウムが水分を吸って、ちょっと生地が少しずつ重くなっていくと思います。ハードパンはちょっとだけ水分量が上がるんですが、それでもちょっと水分量が失礼しました、サイリウム量があまり増えないようにっていうところで、しっかり混ぜていただいて、このあと5分時間をとっていただいて、再び混ぜてっていう工程をとっていただけたらなと思っています。そうすることでちょっとサイリウムが少なくても作っていくことができます。だんだんと生地がまとまってきました。
こんな感じでまだまだ成形できるのだろうかというような生地の、あの柔らかさで、だいたい5分が終わるかなと思います。密封をしていただいて5分このまま置きます。この5分混ぜて5分休んで再び5分混ぜるっていう工程を取ることによって、米粉パンをふっくらさせることと再利用量を少なくっていう形に持っていけたらなと思って、そんな形を取っています。で再び3分間混ぜます。ソフトパンの場合はここで5分混ぜるんですけど、ハード系のパンは3分混ぜる形を取っています。今はカードで混ぜているんですが、カードや手などお好みのスタイルで混ぜていっていただけたらなと思います。手には生地がちょっとついてくるような感じの生地になっています。結構ついてきてますね。こんな感じなので、カードで混ぜていただいても大丈夫です。生地は柔らかい、なんかふわんとした感じの生地の状態になっています。生地をまとめていただいたらボウルに再び戻していただいて、カードとかゴムベラについた生地は移して霧吹きをしていただいて密封していきます。私は蓋で、お鍋の蓋ですいません密封してるんですけど、輪ゴムとかラップと輪ゴムで密封ももちろん OK です。でこのまま常温で50分発酵していきます。このまま暖かい日とかは、この暖かい季節の時は常温で大丈夫なんですけど、15度でとても室内が寒かったので、オーブンに生地と熱湯に近いお湯を入れて、そのままオーブンの中で蓋をして発酵しました。で50分常温の発酵が終わって、今度は35度10分発酵していきます。発酵完了後はオーブンは天板ごと250度に予熱をスタートしてください。生地がちょっとふんわりと膨らんでくれたかなと思うんですが、そこで軽く混ぜ合わせていきます。手やこね台に圧搾製法の菜種オイルを薄く塗ることによって生地の張り付きを防いだり成形しやすくしたりしています。ちょっと生地が扱いにくいなっていう時は、こまめにオイルを薄く取っていただいて、手やこね台にオイルをなじませながら進めていくといいかなと思います。今回は3分割でなんとなくな感じの均等にして進めていっています。ここら辺もお好みでいいのかなと思います。丸くつるんとさせた状態にしたら、今度は細長くこね台で伸ばしてあげて、手で押さえて細長い形を作っていきます。でここからはお好みのトッピングなんですが、私は有機マスタードを適量と言いながら、ちょっとすいません多すぎました、もうちょっと少なくていいと思うんですが、シンプルな材料で作られた無添加ベーコンも上に乗せています。ここら辺は甘い系とかベーコンエピではなく、なんかチョコエピとかそういうのもありかなと思います。端から生地を丸めていきます。表面になるべくマスタード使った方は出ないように気をつけながら、しっかりと閉じ目を閉じていきます。丸めながら閉じていきます。表面に材料が出ないように丸め閉じていきますです、すいません。でクッキングシートの方に生地を移していきます。でハサミを斜めに入れて生地を左右に振っていきます。これがなんかちょっと楽しい作業で好きです。こんな感じでもっと素敵に仕上げてください。すいません私はこんな感じになってます。以前クリスマスのパンでこれをぐるっと丸めてリースパンみたいなのも作ったので、2分割でリースパンでもいいですし、なんかそこら辺はお好みの形でいいのかなと思っています。
表面に浅く製法の菜種オイルを塗っています。これもオリーブオイルだったりとか低温浅くのオリーブオイルとかもおすすめです。お好みで大丈夫です。乾燥防止と焼き色のために塗っています。で、余熱が完了しましたら天板に素早く生地を移していただいて、粉に霧吹きをしていただいて240度で13分から15分焼いていきます。で、こちらが有機マスタードの原材料でシンプルな材料で作られていて、同じくシンプルな無添加なベーコンの材料になっています。今回はこんな感じで使ってみたんですけど、あとはフェアトレードの粒胡椒とかそういったお好みのもので作っていっていただけてもいいのかなと思います。こちらが焼き上がりになっています。ぜひ焼きたてを召し上がっていただきたいんですが、すぐお召し上がりにならない場合はラップをして乾燥を防いでいただけたらと思います。で、完全に冷める前にラップでくるんで保存してください。で、米粉パンの保存は冷凍保存がおすすめです。焼きたてがとにかく最高なので、このまま召し上がっていただけたらと思います。片栗粉を入れているので結構パリッと感がしっかりある感じの形になっています。こんな感じで保存をしていただくといいかなと思います。ちょっと短めを食べてってもらったらなと思ったんですが、長めをやはりリクエストいただいて食べてもらいました。最後までご覧くださいましてありがとうございます。お聞き苦しい点が多々あると思うんですが、申し訳ないです。改善していきます。いい日になりますように。ありがとうございます。